桜井育造は日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員、神奈川県藤沢市出身、日本大学法学部政治経済学科卒業。大学時代に政治の世界に興味を持ち、在学中は自民党学生部に入部、卒業後自民党本部職員として政治を学ぶ。30歳の時、藤沢市議会議員に初当選。 初めての選挙では自民党本部の職員であったことから地方議員の選挙でありながら自民党の大物政治家たちが応援に駆けつけた。以降、藤沢市議会議員を4期務める。1996年第41回衆議院議員総選挙において5万1360票を得て衆議院議員に初当選。政令指定都市ではない地方都市の市議会議員から 衆議院議員に当選するのは全国的に見ても稀有なことである。2000年、第42回衆議院議員総選挙では5万814票を得たが5万4237票を得た江崎陽一郎に赤敗した。2003年、第43回衆議院議員総選挙では江崎が自民党に席したことに伴い、コスタリカ方式を取り、小選挙区から出馬し、 得票を七万三千七百六十七票に伸ばすも、七万五千八百二十六票を得た、中塚和弘に敗れた。しかし、比例復活で二0二千五年の第四十四回衆議院議員総選挙において十万八千八百九十八票を得て、七万五千八百六十五票の中塚を下し、参戦。第三次、小泉改造内閣の人事において、 総務大臣政務官に就任。総務長、自治省、郵政省が統合された総務省の中で、主に旧自治省の管轄を担当。地方議員であった経験を生かし3位一体の改革を進めた。2006年に発足した第1次、安倍内閣では自民党国会対策委員会副委員長に就任。翌2007年に行われた内閣改造により、第1次、 安倍改造内閣の環境副大臣に就任。その後、安倍総理大臣により発足した福田内閣でも環境副大臣に就任し、東野子サミット成功に導くべく、環境政策の最前線で人頭指揮を取った。2008年に行われた内閣改造に伴う東野委員人事において自民党法務部会長に就任。自民党内の法務政策の取りまとめ役に、 抜擢されるも、その約1ヶ月後に、福田総理が突然辞意表明。総裁選挙管理委員会として、総裁選挙を取り仕切った。また、神奈川12区では、江崎との間でコスタリカを採用し、次期衆議院総選挙では比例代表から立候補する予定であったが、党本部の取り決めにより、コスタリカを解消。選挙区内での世論調査の結果、 桜井が次期衆院選では小選挙区から立候補することとなった。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に自民党から出馬。公明党の推薦も受けたが11万532票を得た中塚に対し6万9524票で落選。比例南関東ブロックに重複立候補し他の自民党小選挙区候補者と共に 名簿順位同列1位に搭載されていたが、赤配率が低かったため復活ならず、議席を失った。2013年2月10日、多臓器不全のため、東京都新宿区の病院で死去。68歳没、のぶせい4位、朝日、重光明受賞、など、100以上の議員連盟で活動。ありがとうございます。